ルミックス S5 買っちゃいました。まずは箱を開けると保証書と説明書が入っていました。さらにオープン、こちらがカメラ本体、こちらがレンズになります。まずはレンズを取り出します。こっちがレンズ、こっちがレンズフードですね。ひとまず置いといて、次はですね、いよいよカメラ本体なんですけど、これは空箱、そしてこれはストラップですね。そしてこちらが、よいしょ、本体になります。あ、こちらはですね、感動のご対面ができるタイプですよ。はい、こちらがルミックス S5 ですよ。あ、商品画像よりもですね、実際に握ってみると随分コンパクトに感じますね。それでいてしっかりとこうホールドできる感じ、いやー、第一印象はとてもいいですね。はい、こちらはですね、僕としては珍しい純正レンズですよ。20から60ミリのズームレンズです。まあ、作りは全体的にプラスチック多めっていう感じかな。前玉はですね、もちろんまだピカピカの状態です。はい、ということで開封してレンズを装着してみたんですけれども、これで構えてみるとバランスはですね、すごくいいですね。ちなみにボタン配置とかは、こんな感じになっています。でね、親指 AF なんですけれども、ここにですね AF オンってあるじゃないですか。これとシャッターボタンの位置関係がですね、めちゃくちゃいいです。ちょうどこう親指と人差し指でこうつまめるっていう感覚なんで、まあ、ちょっと長めのレンズを取り付けた時にもこれならですね、十分ストレスなく撮影できるんじゃないかなという感じですね。あ、そうだ、 AF はですね、コンティニュアスにしておこうかな。それとですね、まだ初期設定が終わっていませんので、まあ、ちょこちょこっと設定して、まあ、その後、まあ、こちらで動画を撮りながらどんな感じに映るのか、見ていきたいと思います。はい、それではですね、初期設定の方をやっていきますよ。ちなみにメニュー画面はこんな感じなんですけれども、なかなかね、かっちょいいですね。はい、まずは写真画質に関しては、まあ、これはですね、撮りながら変えていく感じなので、まあ、ひとまずはデフォルトにしておきましょう。で、次に動画画質なんですけど、僕はですね、パナソニック機の場合はフォトスタイルのシネライク D だったかな、まあ、今回 D2 となっていますけれども、まあ、これを使うことが多いですね。はい、まあ、それよりも初期設定なんですが、まずはですね、ちょっとカードをフォーマットしておきましょう。まだスロット1にしかですね、入れてないんですけれども、とりあえずフォーマットしておきます。はい、フォーマット終わりました。次はですね、時間を設定しておこうと思うんですけれども、まずタイムゾーンは東京ソウルでいいのかな。ここで OK と。
で時計設定なんですけれども、今日は9月のあれ何時だったっけ、最近日付感覚があんまりないんだよね、まあ、それにですね、時間がちょっと分かんないので、はい、まあ、こちらで設定して決定しておこうかなと思います。はい、で今からですね動画収録したいと思いますので、ダイヤルをムービーに合わせます。あ、またちょっとムービーの設定しなきゃいけないかな、そのシャッタースピードとか、ISO とかのね、はい、またちょっと設定画面出します。ちょっとなんかですね行ったり来たりしてるような感じがあるんですけど、まあそれも新しいカメラということで慣れない感じがしていいじゃないですか。はい、まあそれはともかく、まずは動画露出設定なんですけれども、 M にしておこうか。これで、シャッタースピードと、絞りを設定して、まあ、ISO オートっていう感じでやっていこうかな。それとオートフォーカス設定なんですけれども、これは普通に設定しておけばいいのかな、顔認識とかですね、してくれるんでしょうか、まあ、ちょっと使ってみないとわからないところもありますね。動画撮影範囲なんですけれども、APS-C クロップなどもできるんですけど、フルにしておきましょう。画質に関してはとりあえずですねフル HD の 30p にしておこう。はい、じゃあこれで、やっていきますよ。はい、カメラを取り替えました。画角を同じにするために35mm で撮っているんですけれども、まあ、そうすると F4.5 ということで、まあ、ちょっとこの辺りがですねパキッと映っちゃってるかなっていう感じですね。ちょっと広角でもっとねカメラを近づけてみるとどんな感じに映るのかやってみようか。なんかねカメラが目の前に来ちゃったなっていう感じなんですけれども、ずいぶんこれあれだな、圧迫感がありますね。はい、まあ、これでもピントはですね合い続けているみたいですね。ちなみにですねデフォルトの設定で顔認識するようで、今もですねこうモニターを見ると顔をですね追っかけてくれています。じゃあちょっとさすがにですね広角で撮っちゃうとちょっと違和感がありましたんで、また35ミリに戻して動画を撮っています。それじゃあですね収録テストということで、まあ、せっかくなんでですねこのルミックス S5 を買った理由について、まあ、雑談しながらやっていこうかなというところですよ。でまずはですねこちらちょっとお得感を感じてしまったんですよね。レンズキットで最初からキャッシュバックキャンペーンやっていますんで、まあ実質ですね25万7000円で買えるんですよ。これつまりですねレンズが1本約3万円で買えてしまうと。でこちらの 20-60mm レンズですね、発表された時から、まあ、ちょっと使ってみたいなと思っていたんですけれども、まあ、今回ですねその機会を手にしたわけですよ。でまあですね、僕と同じようなことを、考えていらっしゃる方も多いようで、まあ、どちらかというとこのレンズキットの方は、品薄状態続いているところが多いみたいですね。でちなみにマップカメラさんで注文したんですけれども、こうクリックするまではあったんですよ。でその後ね、メールが来るんですけれども在庫がなくなってしまいましたというメールが来まして、まあ、ちょっと焦ったんですけれども、まあ、結局ですね、予定よりも数時間遅れぐらいで、まあ、到着したんで、まあ、ホッとしているところです。はい、で2つ目はですねシグマ製のレンズが使えるっていうことです。まあ、これもですねコスパっていう観点でなんですけれども、どうしても純正レンズって、まあ、どのメーカーでも高いじゃないですか。でシグマレンズはですね約半額ぐらいでとってもですねいいものが揃っているんですよ。コスパっていうだけであれば、まあ、E マウントとかでもいいんですけれども、ただ微妙にその細かい規約があるみたいで、用意できないアクセサリーとかがあるんですよね。まあ、例えばテレコンとか。まあ、その点、L マウントアライアンスがありますから、パナソニックのカメラであれば、もう完全にですね、こう互換しますんで、もう躊躇なくですね、シグマ製のレンズが使えると。まあ、これはですね、僕にとっては大きいですね。はい。そして3点目はこれセンサーなんですけれども、まあ、フルサイズの2400万画素。ただパナソニックの場合はですね
増面位操作ではないんですよ。まあ、ちょっとここは、よし悪しありまして、欠点としては、オートフォーカスがどうなのかなというところですね。まあ、パナソニックとしては、まあ、進化した、AF テクノロジーを搭載したっていうことなんで、まあ、その実力がいかほどのものか見せてもらおうじゃないかというところですよ。一方で、いいところもありまして、自分からこう光を捨てていかないので、まあ、例えば、この暗所での撮影などは、よりですね、2400万画素の他のカメラよりも勝るんじゃないかなと、思ってるところもあるんですよね。はい。まあ、それとですね、パナソニックの、動画画質、まあ、これがですね、いいなと思っちゃったことがありまして、YouTube とかにもですね、そういうのが上がっているんですけれども、ああ、これ見ると欲しくなっちゃうな、ということで、まあ、今回ですね、購入に至ったところがあります。ただ、S1 とか S1R、まあ、S1H でもそうですけれども、非常にこう、大型のカメラではないですか。で、しかも、液晶モニターがですね、S1H はこちらを向くのかな。ただ、あれは非常にお高いからね。で、こちらの S5 であれば、小型化されていますし、まあ、お値段もですね、安くはないですけれども、入手できなくはないという感じで、しかも、その S1H の一部テクノロジーをこう、引き継いでいますからね。まあ、例えば、デュアルネイティブ ISO とか、まあ、とにかくそういうところを組み合わせればですね、暗いところで僕動画撮ることが多いんでね、まあ、そこに、活躍してくれるんじゃないかなという期待があります。そしてですね、フルサイズ機の中では、これ多分唯一になると思うんですけれども、パナソニックの S シリーズのみがプレ連写に対応しているんですよね。まあ、ただし、6K フォトというモードなので、まあ、6K ムービーをこう切り出すみたいな感じになっちゃうと思うんですけれども、でもまあこれってですね、結構大きいですよ。ぜひですね、今後、野鳥撮影とかで使ってみたい機能の一つですね。はい。まあ、なんで、これからは、多分、動画がメインになってくるとは思うんですけれども、こう、レンズを揃えていったらですね、撮り撮影。まあ、あるいはですね、赤の写りは多分そこまで良くないので、星雲星団の撮影とかはちょっと難しいかもしれないですけれども、まあ、天の川タイムラプスとかは、撮ってみたいなと思ってるところです。はい。まあ、ということで、今日はですね、ルミックス S5 を買いましたよというお話でした。いやー、今年ですね、2台も、新品のカメラ、しかもですね、結構お高いものを買っちゃいましたね。はい。それではですね、ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。失礼します。さよならー。